西道仙は、明治時代のジャーナリスト、政治家、教育家、医者。本名は、巨大。別号はこといし。西家は代々、彦で余行とする。青州の一族にとっては本家にあたるという。西道仙の墓、彦国天草に生まれる。17歳の時に、ホアシバンリに学ぶが、同じ年に祖父。 父と共に救生したため学士が続かず、以下に僧侶をしながら、医術を学び、大臣を務めたりして、各地を転々とする。1863年に、長崎の酒屋町で医者を開業すると共に、読み書きを児童に教え、生計を支える。その頃の弟子に、後の漢学者、足立隆史弟がいる。1873年に、 経林学館という私塾を長崎の桶屋町、三つ長寺に開く。経林学館は谷口蘭殿という漢学者を館長に迎えるとともに、イギリス人伝統英語教授に招き、同線自らは正し学となり、生徒300名を数えた。その頃から同線は新聞発行を計画し、1876年2月に復刊された、 長崎新聞の編集長となる。そこで当初にスペースを多く取る編集を行い、民衆、民政を重視する立場を取り、次第に民権思想を明らかに示すようになった。1877年1月に再開新聞と解消し、軍区町村会を開くよう兼議し、国会級新論を7回連載したことが、 新聞史条例に触れ、1ヶ月の支度金庫に書された。1878年2月に、再開新聞社を去り、長崎自由新聞を創刊し、自ら社長となった。その年には、西南戦争が進行中であり、同戦は、西郷隆盛を密かに応援するつもりがあったという。9月24日に、西郷らが、城山で自殺するに及び、 翌月に同戦は解を模様し、課題詩を伏して曰く古軍奮闘囲みを破って帰る。百里帝剣類の間我が剣すでに彩で我が馬へいる。秋風骨を、舞無古山の山この詩はすぐに、長崎自由新聞に掲載され、後年になって、特製官が、古今名家史書を編纂した時に誤って、南州の作として再録したため、西郷隆盛の城山での絶詩として、 広く知られるようになった。西郷が破れてから気落ちした同線は、長崎自由新聞を廃刊しようとしたが、社員の混成により発行を続けたという。1879年3月に、東京駅、三条耳、鳴る島隆北、勝海州、大沼鎮山などを訪問する。長崎に帰り、西南戦争について、事実と違う書が出回っているのを、 禁止筆人を書いて批判しようとしたが、この出版は関係に許されなかった。その年末に公選により、長崎区長になり、これぞ自治性の基礎と喜び、1日出勤しただけで、辞職する。1892年に、長崎文庫を創立し、古文書を収集、発刊した。町会議員、区会議員、区会議長、市会議員、 医師会会長を歴任し、激しい反対を押し切って、水道敷設を実現した。晩年には門を閉じて人を避け、ひたすら読書にふける日々を送り、傍ら求められるままに、長崎市中に多くの金石文を残し、78歳で没する。墓所は、長崎市寺町大を閉じぼいき。ありがとうございます。